こんばんは。リサーチサーフヒデの波乗りラジオ、全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想をそこに一言付け加えて、いつもだいたい10分ぐらいでお届けしていますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。今日は土曜日ということで LINE でね、全体の配信っていう形ですね。なので今日はですね、音声の方ではサーファーへの100の言葉からねお届けしていきたいと思います。で、なぜ音声でわーって話をしてるかっていうと、あの LINE でねお届けするとめっちゃ長くなっちゃうんですね。そうなので LINE はギュッと小さく簡潔にお届けしてるっていう形なんで、そちらをね音声に変えるとね3分ぐらいで終わっちゃうんですよね。そうなんですよ。っていうのもあるので、まあ、LINE ってやっぱね、長ったらしい文章見づらいじゃないですか。だから短編でね、ちっちゃくポンポンって見れるようにね、していこうと思ってるんでね、LINE の方はね。で、ただ音声の方は10分ぐらいはね、お届けしていきたいなと思ってるので、そこにね、サーファイアの100の言葉をね、1つ、2つ入れてるっていうわけですね。そういう感じなんですよ。うん、というところでね、ですね、今日はですね、まあ今日まで一応特典プレゼントという形で LINE でしてます。こちらはね、先週の方の、先週の土曜日ですね、の方を見てもらえればわかると思いますけど、そちらの方にね、リンク貼ってますのでね、もし気になる方はそちらをチェックしてください。というところでね、本日ですけど、本日の波予想、というか、本日の波はどうだったか、というところですけど、はるか東にある低気圧群、からのうねりが出てくれたエリアがねありましたね。日本海側も北にある低気圧からのうねりが届いていました。風はねその低気圧から少し吹いた程度で広いレベルで遊べていたんじゃないかと思います。それでは明日ですね、明日全国の波予想ですけども、明日は、低気圧が東の海上に発生、そのためね、うねりがね、抑えられちゃいそうですね。はるか東からのうねりが抑えられちゃいそう。で、日本海側は北にある低気圧からのうねりがね、続きそうですね。風はその低気圧から吹くので、少し気になるかもしれませんが、今日に引き続き遊べそうです。続いて、千葉北波情報というところでね、1月最後の日曜日ですね。潮回りは中潮です。で、満潮が14時17分、干潮が9時16分、日の出が6時40分、で、日没が17時5分というところでね、どんどんね、日の出、日没伸びてますね。いいですね。まだね、あとね、2月乗り切ればね、もう暖かくなりますからね。波のサイズは胸、前後。風は弱めで北寄りです。うねりの向きは北東。天候はね、明日も晴れそうですね。で、風も弱くてね、うねりが残ってくれるんで、結構ね、遊べそうなエリアが多いんじゃないかなと思いますね。今日結構、胸肩ぐらい、千葉北胸肩ぐらいになってましたからね。結構いいですよね。一番遊べるサイズって感じですね。で、追伸。まあ、寒い日が続きますけどもね、なんかね、昨日ね、ニュースで見たんですけど、春の息吹がね、見られるようですよ。なのでね、海に、明日とかね、海に行くとき、ね、海でね、ポイントチェックするときにね、木々とか見ると、もしかするとね、春の息吹みたいなのを感じれる、足元とかね、見ると、なんか早くも芽が出てるよとか、そういう風なのがね、見られるかもしれないんでね、もしよかったらね、こちらの方も意識してもらえると、もう暖かくなってくるんだなってね、春を先取りできるかもしれないので、見てみてくださいね。まだね、2月いっぱいは寒いんでね、2月を乗り切るっていう意味でもね、そういう形で体感をしてくれるとね、より春が近くなるかなと思いますね。というところでね、こちらの方は LINE の方でお届けしてるんですけども、まあ、先週公開したね、ホームページ見ていただけましたかっていうところでね、特典プレゼントはね、今回までという形にしてますので、で、音声の方はね、先週の土曜日のね、音声の方をチェックしていただけると、そちらの方で、備考
尾行になるのかな、あれはコメント欄になるのかな、の方に書かれてますんで、そちらの方から特典ゲットできますので、ホームページ開いてもらって、そこからねページの開き、まずはねページの開き方っていうのを見てもらって、でページの開き方からね、あの LINE 視聴特典っていうのをゲットしていただければと思います。もしね、あの LINE 興味あるよっていう方はね、音声しか聞いてなくて LINE 登録したいよっていう方がもしおられればね、あの言っていただければ、そのねリンクとかもあるんで、そちらもお届けしたいと思います、まあ、もしよければねメールマガジンの方もやってますので、そちらの方も登録していただければと思います。よろしくお願いしますというところですね。はい、メールマガジンの方もね、あの 毎日あの更新で波情報、このような形でねお届けしてますので、ね、文章で見たいよって方はそちらも登録してくださいというところでね、今日はここら辺で終わりじゃなかったね。あとね、サーファーへの100の言葉でしたね。そうそうそう、お、ちょうどあと1本ぐらい読みそう。サーファーへの100の言葉から、じゃあ一つね、今日はですね、ナンバー、76、ナンバー76、そうですね、先週2週連続サーファーへの100の言葉やってますね。おお、なんか珍しい気がするけど、うん、はい、それではね読みますね。レアード・ハミルトンの言葉ですね。読みます。サーフィンは背後で何が起こっているか前方を見て感じる数少ないスポーツだ。サーフィンは背後で背中で、あ、背後で何が起こっているか前方を見て感じる数少ないスポーツだ。背後で何が起こっているか前方を見て感じる数少ないスポーツだ。確かに極限の状態を五感で感じ取る。おそらく人類史上彼ほど革新的な道具と伝えで超巨大な波を克服してきたサーファーはいないだろうっていう感じですね。レアード・ハミルトン、彼の登場こそ今やビッグウェブライディングの中核ともなっているトゥーインサーフィンが確立された一番大きな要因である。そんな誰よりも極限の波を経験してきたマスターの五感が研ぎ澄まされた状態を淡々と語った言葉である。とサーフィンは背後で何が起こっているか前方を見て感じる数少ないスポーツだ。そうだよね、背中に目があるって感じる、やっぱプロの方見てるとね、背中に目があんじゃねえかって感じる人いますよね、結構ね。確かにそうならないといかないですね。まあ実際はね難しいけどもねなのでね、よく見るっていうことですね。そちらをしてもらえるといいかと思いますね、うん、それで予想するってことですね。はい、ということでね、今日はねここら辺で終わりたいと思います。それじゃあ明日海へ行かれる方は気をつけてサーフィンを楽しんでください。それじゃあまた、バイバイ。